するな。Ugh!
せよ。おまん。不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ坂本龍馬さんよ。これがもう一人の坂本龍馬だと。中岡大丈夫か。全部見抜かれていた。 こっちの仕掛けた罠を逆手に取られた。何？外は見回り組で包囲されてる。西郷と桂はなんとか逃がしたが、俺はこのざまだ。しっかりしろ中岡。無駄だ。やっぱりお前だった。久しぶりだな、龍馬。方幕戦争を阻止する大政奉還、それに帝暗殺計画の阻止、先回りしたはずが全部お前に食い止められた。本当にすごいやつだよお前は。どうした？言いたいことがたくさんあるんじゃないのか。どうして俺が東洋のおやっさんを殺させたのか。どうしてその時俺は自らの名を坂本龍馬と名乗ったのか。そしてどうして俺は竹地半平太の名を捨て坂本龍馬という人間になったのか。知りたいんじゃないのか龍馬。その前に一つを教えてくれ。なんだ。本当によ、今俺の目の前にいるのは竹地半平太なのかよ。なんだと。あんた鏡で自分の顔を見てるか。一体何があったんだよ。どうしたらそんなになっちまうんだよ兄弟。俺は今からあんたを切る。あんたが俺の名を語っていると確信した時から決めていた。だが何なんだこの気持ちは。なんでそんな姿で俺の前にやってきた。見ただけで俺にはあんたがどんな思いでここにやってきたのかが全部分かっちまう。そんな自分が悔しい。俺はあんたが憎いんだ。憎いまま切らしてくれよ兄弟。兄弟、今日ここ大宮で坂本龍馬という男は死んだ。坂本龍馬の伝説は幕を閉じたんだ。何言
ってんだお前。残念だが今お前に殺されるわけにはいかない。お前には最後の仕事をしてもらう必要があるからな。何わけのわかんねえこと言ってんだおい。土佐で待つ。全てはそこでわかる。待てよおい、待てっつってんだ。たけし、たけし。はじめちゃん、急に五両エジも見回り組の連中も姿を消した。どないなっとるんや。ん、中岡。あれが坂本龍馬。フォトグラフの男やない、全くの別人や。おいはじめちゃん、どういうことや。一体ここで何があったんや。説明せえはじめちゃん。坂本龍馬は死んだ。坂本龍馬という男は死んだんだ。今日この時間、この場所で。